兄のごとくお慕い申し候様之助様、お願いのことこれあり一筆申し参らせ候。稲葉山城は呪われて候。
夜な夜な怪しき者の毛が徘徊しそうよ。女中禁獣、行き方知れずに愛なり候ごと相次ぐ。恐ろしきこと限りなし。噂にては物のけは人を喰らい、地の底に引きずり込み候。兄義達に訴え候ども、尾張との戦、迫り候にて、それどころではなき有様にて候。先の父道三殿と兄義達殿との戦にては、様之助様とは敵味方に分かれざるを得ず候。数年の月日が経ち候来ども、雪が御頼りにし申し上げ候は、幼なじみにて、いとこの様之助様、お一人のみにて候。この文がお手元に届き候来ば、ぜひに雪を助けに参らせ候。雪は一日千住の思いでお待ち申し上げ候。永禄3年8月20日、雪様之助様参る。こちらです、様之助殿。姫様を本丸に連れ去ったとしたら、道は2つしか考えられません。今は使われていない百曲堂、もしくは北側の大手堂です。楓、俺は北に行く。お前は向こうから回ってくれ。わかったわ。雪姫。サマノスケ、よかった、やっぱり来てくれたのですね。サマノスケがこの城を去ってから心細くて、私雪姫。あ、サマノスケ、サマノスケ、サマノスケ、目を覚ませサマノスケ。制すことかなわ。何時のために我らの力を授けよう。
我らは天魔に滅ぼされし鬼の一族。様の助、玄魔を倒し、魂をその小手に封じよ。これは様の助、玄魔を滅ぼすのだ。俺に化け物の力をくれるっていうわけか。この小手で腕が引きちぎれるまで戦いって。バケモノ、早く閉めろ。中に人が。諦めろ。ここ開けろ。化け物俺が倒した。どうするよ、倒したって。お前ら悪い、すまん。許してくれ。お前たち一体どうしたんだ。あいつらどこからともなく現れて襲いかかってきやがった。この分だと本丸も敵に襲われているかもしれません。本丸はこの先だな。はい、そこから伸びる林道が本丸への近道です。わかった。
Thank you.
君はどこだ。ちょうどいい。腹が減っていたところだ。お前を食ってやる。そこを動くな。 今度はお前がネズミの餌になりやがれ。
美しい血は滴り、こいつも私の手にかかれば。なんだこの匂いは。誰だそこにいるのは。なんだ人間か。てめえも玄魔か。大した口の利きようだ。お前のような威勢のいい奴に会うのは信長以来だな。信長？いいこと教えてやろう。桶狭間で死んだ織田信長を蘇らせたのはこの私だ。信長は我ら玄魔と契約を結んだ。未来永劫玄魔に尽くすとな。そうだ、ついさっきできたばかりの新しい息子を見せてやろう。行け、レナルード。そいつの腹をかっさばき、滴る血を好きなだけのがいい。